日本とフィリピン、インドネシアの3カ国で開催される FIBA バスケットボールワールドカップ2023。金曜日の夜には第1陣となるジョージアの選手たちが関係者に出迎えられ、笑顔でバスに乗り込みました。ブーマーズの愛称で親しまれているFIBAランク3位のオーストラリアが今、那覇空港に到着しました。歓迎の拍手が沸き起こりました。今日午後にはグループリーグで日本と対戦する強豪オーストラリアが到着。パティ・ミルズやジョシュ・ギディら NBA 選手が続々と姿を見せます。さらにひときわ多くのファンが詰めかけたのは午後4時ごろ、 NBA のスター選手ルカ・ドンチッチを擁するスロベニア代表が沖縄入り。普段はバスケットを見ない観光客も足を止め、興奮した様子で選手たちを歓迎していました。明日夕方には日本代表も沖縄入りする予定で、25日の開幕へ沖縄でグループリーグを戦う全8チームが揃います。